魔術師が世界を滑る映像番組、アーノルド魔術学院広報部。始まったよ。皆さんどうもこんにちは。クラリス・クリーブランド役の本土カエルです。空前絶後だよ。この番組はテレビアニメ氷剣の魔術師が世界を滑るを大いに盛り上げるための映像番組です。氷剣の魅力をお届けするとともに、毎回オリジナルの企画なんかもありますんで、それをお届けしてまいります。いや、今回はね、佐伯さんがお休みなので、私本土が一人でやらせていただきます。いや、第1回は3人でやって、第2回は他のお二人がねやられてるのを私もこう YouTube とかで見たんですけど、いいな、楽しそうと思ってたら一人だった大丈夫、一人じゃない、笑ってくれる人がいる、頼みますよ。いや、本当にね、どんな話をしようかな、ワクワクなと思ってきたんですけど、皆さんは現段階ではちょうど第2話のオンエアまでご覧いただいたかなと思いますが、いかがでしょうか、楽しんでくれていますでしょうか。いや、私もオンエアを見させていただいて、なんだろう、アフレコをする時とか、オーディションとか、いろんな記憶がやっぱ蘇りますね、アニメを見ていると。なんかやっぱアフレコの時は、お話の内容とか先々は知ってるし、なんなら一緒にアフレコもしてるんだけど、やっぱ絵がついて音楽がついてで、オープニングエンディングがつくと、こんなに違うんだなって、どんどん素晴らしい作品になっていくなっていうのを感じましたし、やっぱこうアフレコで同じ組で撮れなかった人たちの声とかお芝居をアニメーションこうオンエアで見て、あ、こんなかっこいい声だったんだっていう風にも思えたりもして、なんか皆さんと大体同じ気持ちで楽しめたんじゃないかなって思っておりますが、2話のことにやっぱ触れたいんですけど、せっかくなんでオンエア後初めて私皆さんにこうやって話せるので、第1話からちょっと軽く振り返りたいと思うんですが、空前絶後でしたねいや、空前絶後だったな。そう、なんか私もそうね、クラリス・クリーブランド役に決まったの、オーディションがあったんですけれども、実はオーディションの時にもあのセリフはありました。そうなんですよ。だから今度こういう作品のオーディションがあるんで読んどいてくださいって言われて、あなたクラリスを受けてくださいみたいな、でチェックするときに、空前絶後の超絶怒涛のツインテールを愛し愛された女、これはあれ三者あれ思いながら、ちょっとあれどこだどこだって探してなくて、あ、オリジナルと思って、これは面白い作品が来たぞと思い、で本当にどうするのが正解なのか分からなくて、がむしゃらにオーディションをやった覚えがありますね。で、なんか第1回の今回の映像特番というか、第1回の頃にも言ったと思うんですけど、この置いてあるんですけどね、原作のままノベルの方と、そしてコミカライズの方と、私これがすごく印象的で、絵のタッチが全然違うっていうのがすごく面白くて、ノベルのこの原作の方はすごいなっていうんでしょうね、可愛くって頭身もちょっと低くて、ほっぺたもぷにっとしてて、で漫画の方は本当に魔術で戦うぜオラみたいな世界で、これどっちの顔でサンシャインするんだろうなって思ってたんですけど結果またさらに新たなどっちの良さも組み合わさったアニメーションのキャラクターデザインになっていて、はあ、なんかこの作品はすごく得をするなというか、一人のキャラクターに対してこのバリエーションがいっぱいあって楽しいなって、だからどっちを読んでもらっても、アニメから入った人がどっちを読んでもらっても、新たな楽しみ方ができる流れなんじゃないかなって私は思いました。で、この氷剣の魔術師が世界を滑るっていう作品は、監督さん、高田さんが音響監督もやりつつ、合ってるよな、シリーズ構成もやられてるんですよね。凄まじい大変な担い手なんですけれども、そんな高田さんがですね、今作のそのアフレコをする時に、例えば1話のアフレコ素材が届きましたっていう時に、合わせて申し送りっていうのをくれるんですよ、データで役者全員に。それは例えばワンカット、1カットのこのセリフはこういうイメージで書きましたとかっていうのが、結構随所に結構な数あって、1話2話見ていただいた皆さんなら、あれ、空前絶後もそうなんですけど、結構遊び心が効いてる作品なんですよね。で、なんかあれ、このネタってあれなんじゃないとかって思い
出すようなとこもあって、でそういうのを役者向けに結構書いてくださってるのが申し送りだったりもするし、あとは原作のつながりとかもこう説明してくれたりもしてたんですけど、すごいそれにやっぱ愛情を感じたし頼もしい方だなって思っていたんですけど、1話のその例の空前絶後のシーンだけはあいい感じのお願いしますって書いてあって、あれここだけ1行で終わってるけど他のところめちゃめちゃこうあーでこうでこんな感じでやってほしいな、あ僕も楽しみですって書いてあって、あ愛してるんだなって思ってたんだけど、空前絶後だけあの投げられててまあまあまあオーディションだったもんなと思いながら、だから私も頑張ってね、まあ、のリテイクもちゃんといただきながら何度か収録をして無事あの皆さんの目にお耳に届けられました。はい、ありがとうございます。まあそんな印象のとこだったんですけど、まあ1話はなんやかんやもありまして、でまあ2話ですよね。まあそうね、1話から結構ぎゅうぎゅうにいろんな面白いシーンがあったと思うんですけど、まあ2話でやっと学院生活をスタートさせまして、冒頭で確かあのもうふんやるなお前のバルクはなかなかだみたいな、その筋肉系のお話からスタートして、これチャンネル間違えたかって多分思った人いっぱいいると思うんですけど、まああの男性陣のまあ筋肉、己のハッスル、バルクに対する愛情から、まあ、いろんな部活があるんだなっていう、あれもね、なんかなんだっけ環境調査部、嘘だろ本当にそんな名前なのか、そんなわけないだろ、筋肉部とかじゃないんだって思ったんですけど、まあレイさんがあの部活を掛け持ちしようっていうところで、まあやっぱ部活によってはいやあなたなんかお断りを信じられないわなんて突き放されるけど、それうまいこと彼はね努力とまあ才能もありますけどね、あの乗り越えていくっていうところでございましたね。でまあクラリスとしてはなんだろうな、こうまあ今回その第1話の段階でほぼ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 全員のあのまあメインヒロインっていうんですかねとレイが出会えているっていう構成にしたことで、そのまあクラリスのなんだろう実はこれが好きっていうところが第2話であの明かされて、虫が好きなんですよね。でまあやっぱ貴族って言われるとお上品なイメージとかおほほふふなものをやっぱり私も想像してしまうんだけれども、いやだからやっぱこのアニメとなった、まあ、この表現の世界でもそれは一緒なんだなって思いましたね。クラリスはやっぱ自分本当は可愛いものというよりは虫が可愛いと思えるんだっていうところとかもあって、ダンゴムシを今見てたんだって話をしてたんですけど、第2話でなんだろう、なんかねそう彼女は本当にぜひあのアニメももちろんなんだけど原作とかコミカライズもねなんかいっぱい見てほしいなって思えるぐらいあの虫への愛情がすごくてですね、でまあそんな彼女も受け入れて心の氷というかトゲトゲツンツンを溶かしてくれたのがまあレイ君なんですけど、そう彼女は虫が好きでハンターを目指しているっていうところがあって、結構夢野望を持ってまあちょっと孤立しがちかもしれないけどそれでもいいんだ頑張るんだっていうすごくいい子で、ちょっと不器用なだけなのよね。ちょっと不器用でなんか大声で自己紹介しちゃうだけでちょっと噛んじゃうだけなんだっていうところもございましたね。はい、でまあ2話のお尻はカフカの森での実技演習というところで今後も楽しみにしていてください。さあじゃあここで届いてるメールのご紹介に行きましょう。ありがとうございます。でるん、ペンネームほのかなひかりさんからいただきました。ありがとうございます。本田さんこんにちは。こんにちは。表現アニメついに始まりましたね。始まりましたね。リアタイし終わってすぐメール書いてます。ありがとう。先にコミカライズは読んでいたのですが、やはりメディアによって味が全然違いますね。そうなの面白いでしょ。あサンシャイン丸崎さんのもう覚えてるパロとかナイスバルクのくだりはさすがに笑いました。この先もギャグ要素は思いっきりぶん投げてくるのかなと思うと楽しみです。本土さんは1話でこのシーンがお気に入りみたいなところはありますかとのことでした。ほのかなひかりさんありがとうございます。本当にねなんかあのまあ放送時間も、まあ、結構深い夜なんですけど、みんな一日頑張った夜につけてみてもなんか本当にすごい笑えて元気もらえるし、バトル始まるとめちゃめちゃかっこいいのですごく素敵な作品だなと思うんですけど、空前絶後の超絶怒涛以外だと何かな、
なんかシーンというか私が感動したっていうところになるんですけれども、あのアビー・ガーネットさんっているじゃないですか、あの森七菜子さんが演じられていらっしゃるんですけれども、そのアビーさんがそのなんだ入学の新入生の諸君に次ぐみたいなシーンが冒頭付近にあったんですけれども、ほか私ただでさえ氷剣の魔術師が世界を滑るっていうタイトルも結構噛むんじゃないか、クラリスみたいに噛むんじゃないかって思いながらドキドキしてるんですけど、森七菜子さんはまあもちろんあの声優としても声優以前としてももう素晴らしい方で大好きなんですけど、やっぱり圧巻で、まあでも好きなシーン、いやそう好きなシーンなんですけどね、すごくそこのセリフ回しっていうのがあの一緒にアフレコを実はしていたのですごく感動しましたし、その一連の流れをその新入生諸君に言い終わった後になんかちょっとふうってこう汗をかいてるみたいな表情が一瞬コマとしてあったんですけど、あそこの一瞬がすごく私は好きでした。あれひょっとしてアビー・ガーネットさんすごい頑張ってかっこよくこんな風に言ってるのかなってちょっと思えるような、そんな1話からの見せ所で好きなシーンでございました。はい、そんなところでしょうか。ありがとうございます。続きましてペンネーム焼きなすさんです。ありがとうございます。エレちゃんこんにちは。こんにちは。第1話見ました。ありがとうございます。作品世界や主要キャラのお披露目会でしたね。はい、小説やコミックからのファンなので、おアバンからのオープニングを見て思わず泣いてしまいました。そうだよね、感慨深いよね。オープニング曲ディストピアかっこいいです。超かっこよかったですね。アメリアちゃんの登場シーンでは、空中に舞う花や蝶々でテンション上がりましたよ。そしてクラリスちゃんのまるでサンシャイン池崎さんのような、もうみんな私はサンシャインさんって言って、さっきの人は丸崎さんで、この人は全部言ってる、のような自己紹介と独特な動きをするツインテールが最高です。そうなんです。何よりもエビーとの筋肉での会話にも笑い転げました。環境調査部エピソード楽しみです。はい、第2話で書かれましたね。アルバートとの確執はこれからの先で、これからの先の話で重要になりますね。そうなんです。エールちゃんはツインテールや筋肉は好きですか？あそこにつながるんだ。ずっと原作追ってる焼きなすさん、そこにつながるんだね。ありがとうございます。ねえ、何を触れたらいいんだ。そうね、ツインテールや筋肉、あ、私ちょっと意識してきたんです。実はあの普段こんな二つ結びなんてもう26ですからしませんよ。アラサーだからしないんだけど、あの今日はあの浮かれてちょっと家にあるその学生っぽみを探してこうなりました。どうですか、結構学生に見えません？ あなたが頼りですありがとうございます。あの作家さんです。ツインテール好きです。可愛いよね。どっちかといえば実はポニーテール派です。筋肉は好きなのかな、好きでも嫌いでもないけど、そうですね、特に考えたことはなかったごめん、あ、好きだよ、好き好き、筋肉好きです。はい、いいと思います。みんなあの、はい、好きなことに励んでほしいですね。ありがとうございます。続きましてペンネームジェーバーさんからいただきました。ありがとうございます。本田さんこんばんは。こんばんは。待ちに待った1話がついに放送されましたね。ね、レイ・ホワイトが学院に入ったものの、軽蔑の目を向けられてしまう展開は見ていて辛かったです。そんな中でも仲良くやっていきそうな人たちと出会い、レイの実力も判明するなど未来への希望が垣間見えました。特にクラリスはとても印象的な登場をしていたので、一体これから何をするのかとてもワクワクしています。最後に質問なのですが、入学や就職、習い事を始める時など新たな組織に入る時はレイほどハードモードではないにしても大変なことが多いかと思います。本土さんは新たな組織に入る時を苦労されたことはありますか？ですって。ジェバさん、ありがとうございます。組織っていうとなんか悪の組織みたいな言い方してますけど組織ね、まあ、あるよねそういうのね。新たな、あーでも、あ、アニメ現場とかそういうことちょっと違う、なんか声優、あーでも事務所という組織に入るとかそういうこと、苦労されたこと、あ、でも単純に事務所に入るオーディションになかなか受からなくて、何年かなんとか頑張って今の事務所に入ったんです。はい、苦労しました正解がないからね。いや本当にね、なんか正解があって暗記して点数になっていけば、
まあ分かりやすいけど、この声優という仕事は一体何で受かるのかっていうと、まあいろんなその役に合うとかスケジュールが空いてるとかいろんな要素があると思うんですけどね、正解がないから、そういう意味ではまあ所属事務所に入ってからもアニメのオーディションは苦労というか、苦労はしないかも、そのもう正解が分からなくて、だからもう己を信じて、これしかない、いけ、これで違ったらもう元も子もないぜっていう勢いでいつも投げて、はい、受かったらお寿司を食べるっていう日々を送ってます本当にあのデリバリーのお寿司を食べてます、はい、でもね、あの1回だけ落ちてもお寿司食べたことがあります。悔しすぎてうーってなって、お寿司食べるって、すごくいいお寿司をね頼んで、うにうにって食べましたみんな頑張ろうね。続きまして、ペンネーム氷剣スターブライトさんからいただきました、ありがとうございます。エーデちゃんこんばんは。こんばんは、主人公エニョキのインタビューの中で、エニョキって呼ばれてるんですか、エノキさんこれ私じゃないですよ。エニョキのインタビューの中で、エノキ推しはクラリスと答えてました。はい、エノキさんですね、声優さんですね。クラリスなんですか。そうなんだ。理由は貴族のおしとやかな女性ばかりの中でひときわ目立ち、学園パートを明るくしてくれるからとのことです。確かに。いずれこの番組に来た時に深く追求すると思いますが、エーデちゃんのクラリスの明るさはどんなことを意識されてましたか、ですって。スターブライトさんありがとうございます。へえ、えのきさんクラリス推しだったんだ。詳しく聞かねば。もう次いつ会えることやら聞きましょう。でもそうね、ちょうど私も今あの自分の私物というか、あのアフレコ台本を持ってきてるんですけど、この表紙のところにいつも、まあ、見せられないんですけど、あの収録する日時とか、あといろんなディレクションのメモを書いてるんですね。なんかすごいね、ここにでっかくチャカチャカって私書いてて、これなんだっけなって思ったんですけど、その、まあ、第1話でクラリス、まあ、みんな初登場って時に、あ、もうちょっとチャカチャカした感じでやってほしいですっていうディレクションをいただいて、結構それに意外と苦戦しながら、チャカチャカか、チャカチャカかって思いながらね演じていたので、まあやっぱなんだろう、ちょっとお姉さんっぽく聞こえないように、なしょうがないわね、なんとかなんだからっていう、その言い回しがお姉さんっぽくならないように、まあツンツンケンケンじゃないですけど、一人でちょっと空回っちゃうようなところをもっともっと出してほしいっていうディレクションをいただきながら、意識して演じさせていただきましたので、まあそれがね、学園パートを明るくしているっていう風にこう伝わっていたのはすごく嬉しいなと思いますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ラスト参りましょう。ペンネームクロズインベーダーさんです。ありがとうございます。あ、じゃあ私はこれを読むということでちょっと大きい声出します。空前絶後の超絶怒涛のツインテール、ツインテールを愛し、ツインテールに愛された女、そう我こそはクラリスクリーブラッド、イエーイ。役のサンシャイン本部さんこんにちは違うよ、サンシャイン本部じゃない。でもね、あ、そう、第1話あのねリアタイ私もしたからさ、あのいろいろねハッシュタグをつけて見たの、みんなの感想ツイッターで見たよ。結構サンシャイン本部がいるっていう人が多くて、違うからねって、いやいや違うよって、いろいろ混ざっちゃってるからねって思ったんですけど、あ、これ挨拶でしたね。はい、こんにちは。僕は最近100均にハマっているんです。なんだよ、やけどさせといてこっちに、なんだよ話そらして。100均すごいんですよ。最近の100均は、おしゃれな収納グッズなどがインスタで話題になったりしてますが、最近ではモバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン、 VR ゴーグルなんかも売ってるんですよ。かっこ、まあ100円では買えないんですが、本土さんは100均に行かれたりはしますか。なんなんだよ、黒ずインベーダー、おい、何なんだよ。いやでもこれをラストに挟んでくれましたね。100均か、100均すごく行きます。私も100均とか大好きで、あの私はマイブームで言うとガチャガチャでいろんなものをゲットするのが好き でそれの収納とか飾るのに結構100均行って、ちょうどいい収納グッズとか飾るものをね探して買うことが多いです。楽しいよね100均。
お楽しいよね百均、ここに来て百均ありがとう。どんなメールでもいいよ。というわけで皆さんメールありがとうございました。メールはまだまだ現在募集中でございます。動画詳細欄にあるアドレスからぜひ送ってきてください。テレビアニメ「氷剣の魔術師」が世界を滑る映像番組、アーノルド魔術学院広報部。続いてはこちら、氷剣講座。アニメ氷剣の魔術師についてご紹介していくコーナーです。今回はアニメ第3話の見どころを私本土が紹介します。では参りましょう、こちらです。どどん、強ない。はい、すごくシンプルにしました。まあ強ない。本当に3話の印象はまあね、そうです。だってそうだよ。だって2話のお尻でさ、魔物をキシャーンギャーンって終わってさ、どうなっちゃうのってところなんですけど、第3話はいや強ない、本当になんかもう終わったみたいな。やっぱね、いや強いのは知ってるの、あの人が、例のあの人が強いのは知ってるし、あの人だって優秀だってのは知ってるんだけど、いや西田って強ないって思ったなっていうのが、まあこれはそれですね、実習ですね、カフカの森の、実技演習か、そうでの出来事を主にこの強ないって私は押させていただきましたね。いやにしてもカフカの森の実技演習は酷ですよね。だってあれもある意味お任せでみたいなもんですもんねって思いましたね。お、あ、第3話のですね、注目キャラ、ちょっと待って、そうだな、誰かな、あれ可愛かった、アメリアちゃんです。いやアメリアちゃんね、まあ、かっこよくて凛としてるんですけど、あのね、すごい3話のアメリアちゃんは可愛いですよ。アメリア推しのみんなも、クラリス推しのみんなも、みんなね、アメリアのこと好きになっちゃう3話だと思いますよ。本当になんかかっこいいとこも可愛いところもギュギュッと詰まってるし、マギクス・シュバリエとかね、なんかいろんな要素が出てくる、新しい要素がいっぱい出てくる、そんな第3話でございますので見てね。さあ、というわけで以上、氷剣講座でした。テレビアニメ氷剣の魔術師が世界を滑る映像番組、アーノルド魔術学院広報部。続いてはこちら、二つ名選手権。やったな、第一回でやったな、横たわる芝佐伯ちゃんが言ってたやつ佐伯ちゃんが言ってたやつ、そう佐伯ちゃんが言ってたやつだ、あれ大好きだったな。というわけで、はい、このコーナーでは氷剣の魔術師レイのようにさまざまなものに対して唯一無二な二つ名をつける企画でございます。じゃあ早速どんなメールが来てるんでしょうか。ドキドキ頼むぞ。ペンネームニララさんからいただきました、ありがとうございます。親知らず、エーレちゃんこんばんは、こんばんは。昨年親知らずを抜いたエーレちゃんに親知らずの二つ名をつけてほしいです。二つ名、ありがとうございます。そうなんです、上と下と右と左一回で抜いてみました、4本。すごくないですか、すごい晴れたんです楽しくて楽しくて、これは年末年始しかないと思って抜いて、2日後に冬込みだけ出たんですけどプンプンマスクしたんですけどね、プンプンで、はい、ありがとうございます。はい、そんな親知らずですね。親知らずの2つな、まあでもやっぱ私の思い出的にはあれかな、漢字が書けるかな、感じ多分こういう感じ、はいはい、親知らずの二つな、はい、じゃあちょっと一回考えてみましたので発表させてください。じゃあ私が考えた親知らずの二つ名はこちらです。ドゥン、ハラシヤベン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 パパパパン、いやハラシヤですよ。彼らは4人しかいないのに、たったの4人であんなあって
私あのスマホ顔認証で開けるんですけど顔認証聞かなくなっちゃってなんか私だってばって結局もうパスワードを手で入れ込むしかないみたいな話し合いですよ。彼らはやってくれました。おかげさまで。あの分かってたんですけど年末年始はあのおかゆ三昧でしたね。はい、今になって美味しいものいっぱい食べてますどうだどうだ、こんなもんか、いい感じ、ありがとうございます。よし、こいこい。続きまして、ペンネームゆうとうさんです。ありがとうございます。あ、水分補給の土定番スポーツドリンクの2つ名を教えてほしいです。はあ、え、ゆうとうさん、僕も一つ考えてみました。割と自信ありますわら嘘。参りましょう。ゆうとうさんが考えたスポーツドリンクの2つ名は、ドン、汗と青春の見届け人。おーこれでいい、これでいい。おい、私考えなくていいよ、いい、綺麗だよ。自信持っちゃってるもん、だって。いや、そう、自信持てるね、これは。上手。なんかこんな綺麗にやられたら私はもう汚しに行くしかないじゃないですか。じゃあ考えるか。汗と青春の見届けに、羨ましいな。スポーツドリンクにそんな思い出があるなんて素晴らしい青春を送ったんでしょう。私は、そうだな、あ、漢字が書けないけど、はい、じゃあ私にとってはスポーツドリンクはこうかな。考えてみました。本土が考えるスポーツドリンクの2つ名は、どどん、看病人いやいや、青春じゃないって。スポーツドリンクは体調悪い時に飲むっしょ。私はそうだったな。私の青春はミルクティーでしたはい、あのよくね学校にあるミルクティーでした。いや、私はね、ね、なんか風邪ひいた時とかね、そういう時にねスポーツドリンクは飲みましたね。看病人です。はい、もう一つ、はあ、体力が削られるぜ。よし、ペンネーム、2つ名はポテトさんからいただきました。方法ありがとうございます。2つ名をつけてほしいもの、アフレコ何、アフレコの2つ名、私が教えてほしい。あ、でもこれかな。なんか私ね、アフレコとかそういう現場もこうだと思ってやってるんですよっていうのがあって、せっかくだから書かせてください。漢字これでしょ。はい、これがどうなってることか、参ります。私本能が考えました、アフレコの2つ名、どどん、就活違うんだよ、あのオーディションに受かった、あの私オーディションのことを普段就活って呼んでるんですよ。はい、本当に本当に呼んでるんですけど、で、まあ、オーディションは就活決まりましたってなってアフレコに入るけど、あ、安心しちゃダメよ。アフレコ現場こそ就活ですよ。あの いやらしい意味じゃない、本当にそういう意味じゃなくて、あの人こういう、例えばガヤとか別役とかできるんだとか、あの人のこの元役の元々の役のあのお芝居面白かったなみたいに思ってもらえたら、また使ってもらえるんじゃないかなって、逆を言えば使ってもらえなくなるんじゃないかなと、あの割とこれ真面目に思って、ちょっと就活の週だけひらがなだから、あの別の意味に捉えかねられないんですけど、あのこれは就職の週です。はい、書けなかった。はい、そんな気持ちでいつも頑張ってるよ。偉いね私ってこれでできてる、大丈夫。はい、2つの考えさせていただきました、ありがとうございます。はい、以上2つの選手権でした。アーノルド魔術学院広報部、ではここでお知らせです。まずは冰剣の魔術師が世界を滑る原作情報です。原作ライトノベル7巻まで、そしてマガポケにて連載中のコミカライズ版は11巻まで発売中でございます。続いて放送情報です。 TBS にて毎週木曜日深夜1時28分から、 BS11 では毎週金曜日夜11時30分から好評放送中です。また DMMTV、 D アニメストア他にて配信中でございます。テレビでも配信でも冰剣の魔術師を楽しんでください。続いて音楽情報です。作曲家春龍さんによる音楽プロジェクト雫が手掛けるオープニング主題歌ディストピアは各音楽配信サイトで好評配信中。
さらに内田真彩さんが歌うエンディング主題歌ラウドヘイラーは1月25日水曜日にシングルがリリースとなります。そしてテレビアニメ冰剣の魔術師が世界を滑るブルーレイボックスの発売が決定してます。こちらはレイ、アメリア、エリサの書き下ろしのアウターケースや原作三越葉奈々先生書き下ろし小説、さらにアメリアとエリサの水着イラストを使用した B2 布ポスターと豪華な特典付きでございます。こちらは4月26日水曜日発売予定です。早期予約特典には原作堀江里子先生書き下ろしミニ色紙がついてきますので、お早めのご予約をよろしくお願いいたします。以上お知らせでした。テレビアニメ冰剣の魔術師が世界を滑る映像番組アーノルド魔術学院広報部。さてエンディングのお時間です。早かったね。いやどうなることやらと思いましたけど、なんか喋り出したら意外と止まらなくて、こんなに時間ってすぐ過ぎてしまうんだなっていう気持ちでいっぱいなんですけど、我ながら2つのうまいことを言ったんじゃないでしょうか。ありがとうございます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 。はい、というわけでね、まあまあもう第2話までオンエアされてますということは、次は第3話ですね。第3話皆さん見どころ覚えてますか？こちらですよ。強ない。強ない。みんなもオンエア見ながらぜひ強ない。ちょっと突っ込みながらね、いやそりゃ強いんだよって思いながら、どこが強いのかっていうところとか、まあアメリアローズちゃんが可愛いっていうところとかもぜひ見てみてください。見てねー。というわけでお届けしたのはクラリス・クリーブランド役本堂楓でした。じゃんけんぽん。バイバーイ。